はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、この口の歪みを直していく方法、口角をね、歪みを直していく方法ですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、これね、先日ね、相談いただいた内容なんですけども、あの自撮りをした時にですね、この口角の歪みがね、気になったらしいんですよね。それでですね、ちょっと直していきたいなということで、まあ、相談いただきました。いつもね、相談とか質問ありがとうございます。まあ、皆さんのね、質問相談を答えていきたいと思いますので、ぜひね、また LINE 公式アカウントの方、コメントの方でいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、早速本題に戻っていきますけども、その口角が歪んだっていうことでですね、これもう一人や二人じゃないと思うんですよね。まあ、集合写真とかですね、照明写真とかでもですね、この口角があれ歪んでるみたいな感じで、こう下がってるみたいなですね、そんな感じでこうどうしようって思ったこともある人もね、決して少なくないと思うんですよ。で、僕もね、右の口角がですね、下がりやすいであったりとか、ほうれい線もこっち出やすいんですね。だから僕はですね、この顔の自分の特性を見るとですね、右が下がってくるんじゃなかろうかと思ってですね、セルフケアをしてるんですけども、今回もね、至って簡単にできる、口角、口の歪みですね、直していく方法ですね、お届けしたいと思います。まあ、これ気になる方はですね、毎日でやっていただいてもですね、顔に負担がなく、筋肉にも負担がないですね、至ってシンプルな方法なので、ぜひですね、試してみていただけたらと思います。はい、ではですね、早速やっていきたいと思うんですけども、いつも使っているですね、こちらの炭酸生体スプレー、白い方ですね、これを使っていきたいと思います。で、赤い方もあるんですけども、赤い方はどちらかというと、この体の痛みですね、肩が凝ったり腰痛、腰が痛いとかですね、足がむくむとかいう方はですね、この赤い方でもいいんですけども、お顔にかける場合はですね、こちらの白い方をおすすめしております。成分がですね、プラセンタエキス、ビタミン C 誘導体、ヒアルロン酸が入っていまして、これ無香料、無添加、無着色ですね、そういう形になっているんで、お顔にかけるにはね、もってこいの商品になってます。体にね、かけてもらうと全然問題ないんですけども、まあ、この商品ね、あの概要欄に貼っておきますんで、よかったら一度試してみてほしいと思います。まあ、このスプレーをですね、顔に2周ぐらいかけてください。で、2周ぐらいかけてですね、この化粧水が馴染むようなイメージですね、こうペタペタとしていただけたらいいと思うんですけども、この時点でですね、皮膚から炭酸が染み込んで毛細血管を拡張してくれてるっていうことなんですね。僕のですね、セルフケアっていうのはですね、筋肉が疲れているところからですね、アプローチしております。で、血液の循環を良くすることで筋肉の疲労を排出していってからセルフケアをするっていうことなんですけども、おそらく口が歪んでいる、口角がこう下がっている方はですね、ここの顔の筋肉が疲れているという評価をしてほしいと思うんですね。で、こちらの筋肉をですね、まあ、触っていく、もちろんこっちも触っていくんですけども、これをですね、両方やっていってもらって全然問題ございません。まずですね、僕が口角の歪みを直すときにやるのは、この口元のですね、この下ですね、ここの筋肉なんですけど、ここの筋肉、人差し指でですね、ピタッと置いて左右にこう振ってください。これマニュアルテラインをね、消す方法でもね、使う筋肉なんですけども、ここにグーッと押さえて左右に揺らしてください。こういう感じで、はい、これをですね、20秒やってください。いきますね、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。まずはこの筋肉をですね、柔軟体操ですね、まず運動する前にもやるように、筋肉をね、なじませるようなイメージですね、人差し指でピタッと置いて左右に振ってください。これもウォーミングアップに近いんでね、これでやってほしいと思うんですけども、ここからなんですけども、口角が下がるっていうことはですね、この小筋肉、笑う筋肉ってここにあるんですけども、ここをですね、ぐーっと引っ張り上げてください。引っ張り上げることによってですね、この筋肉が疲れて下がってしまうんですね。下がってしまうんで、この筋肉を引っ掛けるようにしてもらって、斜め上に上げる。はい、これで20秒キープです。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK です。よろしいでしょうか。で、こちらの方でね、口角が気になるんであれば、こちらの方をやってほしいです。はい、いきますね。20秒いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK です。よろしいでしょうか。これはですね、口角がこう上げたい人ですね。口角を上げたい人は、両方をグッと押さえて20秒ですね。こういう形にしていただけたらいいと思うんですけども、このどちらかが下がっている場合はですね、下がっている方にアプローチですね。
ポッと押さえて中指で上げる、はい、これを20秒キープです。でこの次ラストなんですけども、この上げた状態をです、ね、キープするために次上の筋肉ですね、ここの頬のここ ここの筋肉ですね、頬のここの筋肉を上に上げていく感じ、親指の付け根のここを使ってですね、はい、ぐーっと上げる感じ、これを、ね、上げていくとですね、口角が上がるようなイメージですね、はい、口角も引っ張られて上に上がるような形でですね、20秒キープしてください。ではいきます、よーいスタート、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、はい OK です、よろしいでしょうか。はい、でですね、やっぱマスクをしているのが大半じゃないですか。なのでね、マスクを外すとですね、あれこんだけ口が歪んでたかなってね、気になる方も多いと思うんですよ。なのでぜひですね、今回のねこのセルフケア簡単にできるんで一度試してみてください。はい、まあこれでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、単なるセルフケアだけお届けするのではなくて、老化予防や美容に関するアイデアとかヒントをですね、お届けしております。その中でもですね、こちらの炭酸生体スープ料を使ったですね、セルフケアをお届けしているんですけども、僕の施術理論にもあるんですね、血液循環を良くするっていうところがですね、最大のポイントとなっております。血液循環が良くなれば痛みが取れたり、シミが消えたり、たるみが消えたりとですね、血液循環を良くするとですね、ほとんどの症状が解消すると思っております。またですね、こちらの炭酸生体スプレーをですね、使われてない方はぜひ一度試してほしいと思うんですけども、たくさんの方がですね、使っていただいて本当にありがとうございます。これからもですね、楽しんで学べるような動画を配信していきたいと思いますので、ぜひよかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またですね、僕の LINE 公式アカウントの方でもですね、質問であったりとか相談を受けたまってますので、ぜひ一度そちらの方もですね、登録してみてください。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。